怪談家の阿美と申します。普段ですね、いろんなところで、怖い話とかいろんなお話させていただいておりましてですね、それとは別で普段僕は司会進行の MC のお仕事も結構やらせていただいておりまして、アイドルさんとかあとアーティストさんとか、いろんなライブイベント行くんですけども、やっぱりね楽屋でね話題になるのがやっぱ僕こういうお仕事をしてるので、怖い話ありますみたいなのとかそんな話題で盛り上がったりするんですね。そんな中聞かせていただいたね、とあるアイドルさんの話なんですけどもね、その子、お仕事の量といいますか知名度で言うと本当にこれからご活躍されるんだろうなという感じで頑張っていらっしゃる方なんですけども、一人暮らしを、なさっておりまして、最近ちょっと、都心部の方多少ね近い方といいますか都心に近い方に引っ越そうと考えてるんですけども、家賃はそんなに出せないということで安いところを探してたんですよね。でたまたま飛び込みで初めて入った不動産屋なんですね。だいたいこの辺に住みたいなと思ってた、そこにあった不動産屋さんに飛び込みで入ったんですよ。ただね、本当に6万円ぐらいで納めたいっていう話なんですけども、場所がね目黒区と世田谷区の境目ら辺っていう人気の立地でございまして、正直ね6万円以内ってなるとやっぱワンルームでもなかなか難しかったりするようなところではあるんですね。でもそれでも一生懸命必死に探せばあるんじゃないかって言って、一応飛び込みで入ったもんなんで、男性のスタッフさんが案内してくださって、パソコンを開いたりとか書類を出してくださったりして、で条件を伝えると、あそれ結構難しいかもしれないですねみたいなことを言われつつも、探してくれるんですよね。ですいません、本当できれば安くしたくてみたいなこと でもこうでって言ってると、って言いながらもなんとなく、これとかどうでしょうってパソコン画面をプリントアウトして出してくれたりとか、あこういうのもありますねってファイルからスッと出してくれたりして、何枚かね用意してもらったんですけど、なかなかねやっぱり6万円以内でそのあたりってなると、わあそうですか、結構ボロボロの、しかも1階ですか、一応女の子なんでとか、あそうなんですか、お風呂ないんですか、シャワーだけですかとか、結構ねもともと条件が難しいとはいえ、一生懸命探すつもりでこだわって選んでたんですけども、そんな感じなんで、お兄さんは結構親身にやってはくださってるんですけども、見つからずにその日終わっちゃったんですね。また来ますということになりまして、2日目になるんですね。再び数日後に、時間があった時に行きまして、また担当のお兄さんが同じようにやってくれるんです。で一生懸命探してたんですけどね、前回のこともあったんでお兄さん何枚か用意してくれてた。でこうでってなって、であとここにね結構大量にあるんですけど、この辺どうですか、ただ大量に持ってきた書類分ってあるんですけども、やっぱり同じように何かしらがちょっと安いなりあるなっていうようなボロボロだったりとか、駅からめちゃくちゃ遠かったりとか、そんな感じなんですよね。なるほどってなってパッてやってる時に、と思ったんです。駅からもそんな遠くないし古くもないけど、6万円以内でキッチンのスペースすらあるのに奥にさらにもう一部屋ある、これだと思って、他の条件見ても悪くない、これどうですかってパッて出したんですよ。そのお兄さんがパッて見て、なるほど、これ混ざってましたか、部屋は広いんですけど、そうですね、これとかどうですかってもう一枚上に重ねるんですよね。でも惚れちゃったもんだから、いやこれがいいって思うんですけど、そうですね、確かにねこれいい感じですよね、でもこれとかどうですか、また上に重ねるんですよ。だからそれもいいと思うんですけど、私これが良くて、そうですよね、これとかねおしゃれでね、だから私これがいいんですよ、結構ね押し問答みたいになっちゃったんですけどね。お兄さんどうも、これはもちろん
その子の憶測ではありますけども、やっぱり初日一生懸命一緒になって親身に探してくださって、2日目も一緒に親身にってなっていく中で、なんとなく分かったのは、お兄さんちょっと私のこと好きかもなって思ったらしいんですね。だからちょっとしたお兄さんの優しさとか好意とかもあってかもしれないですけど、お兄さんね、どうもその部屋をその子には貸したくないっていうのがすごい個人的なね気持ちも入った感じで、アピールというか、誘導してくれるんですよね。で私どうしてもここがいいんですって話になった時に、うわーって、その残念そうなというか悔しそうなというか、その表情から読み取ったのが、もしかして私のこと好きなのかなと思ったんですけどね、その後ね、お兄さんパッパってその辺見て、上司の姿とか確認して、周りに人がいないのいて、いや本当ここはやめといた方がいいんです、これ安いのちゃんと理由があるんですよ、本当これあったんです、あなたにだから教えるんですけど、本当はもしかしたら言っちゃいけない情報だったのかもしれないですけど、お兄さん教えてくれたんですよね。でそれを聞いて、その子何でしょうね、たくましいと言いますか、そこにしたんですよ。その子自体がね、そういうの全く気にしない、怪談とかホラーとかも見ないような子だから、気にしてなかったっていうのもあるんですけども、安くて広いならそれでも私はいいですっていうことで、そこにしちゃったんですよね。で結局鍵も渡していただいて、部屋まで行きましてということになって、住むことになったんですよね。で新しい家ですからね、しかも都心に近くなったってなると、同業のね友達なんかも結構いるので、家に遊びに行ってもいいかいなんて話も出てくることもあるんですよね。で最寄り駅からどこどこまで行くと大きなスーパーがあって、そこからすぐ近いからねみたいな待ち合わせをしまして、その子がねその駅で降りて、そのスーパーまで行ったところで電話をかけてきたんですね。で部屋で待ってたもんなんで、窓からね顔を出すとね、もう結構近いんですよね。で窓からガラッと開けてベランダに出て、ああどこだろうなと思いながら、もうもしもしって出たら、今スーパーのとこいるよって言われて、あそこからね、左の方を見て、もうすぐだからっつったら、向こうの方で友達が電話しながらこっち見てるのが分かるんですね。でカカカカーってやつたら、友達が電話しながらおーおーおーってこう近づいてくるんですね。で近づいてくるんですけど、ある程度のところまで友達がおーおーな、分かった分かった、そこかすかパって止まったんですよね。でここだよっつったら、無理って言うんですよ。いやここだよ、分かるでしょ、分かるんだけどさ、無理って言うんです。いやここだよ、なんで、何が無理なの、無理、なんか誰か後ろにぶら下がってんじゃんって言うんですよ。そんなこと言われたんですよね。友達引き返しちゃって遊びに来てくれなかったんですよね。であんたも外に出てこいってことになりまして、今見た光景を聞くと、窓から手を振ってるその後ろで誰かぶら下がってるのが見えた。もちろんどんな人が、すごい人が分かんない、結構透明だったから分かんないですけど、明らかに部屋の中、天井から何かがブラーンとなってるのを見ちゃったので、その子を遊びに行きたくないと言ったんですね。それ聞いたもんなんでね、結構これ怖い話だと思うんですけどもね、やっぱりすごいもんで、アイドルさんの世界も大変なのか、ちょっとでもね話題になればなのか、エピソードになればなのか分かんないですけど、その子ね今もそこに住んでるんですよ。どうも、鉄道大好き芸人の太田トラベルと申します。よろしくお願いします。これはですね、ある鉄道の職員さん、補正員さんという方から聞いたんですけれども、この補正員さんというのはですね、線路を工事して直す、そういった、職員さんのことを言うんですけれども、その職員さんがですね、今から約数十年前にですね、関西地方のある路線の補線をしていたんです。で補線をするということは、列車が運行している時間帯を工事するので、必ず列車が来るたびに退避してまた工事に戻る、一回避けてから戻るという、そういった形なんですけれども、その補正員さんがですね、ある日その昼下がりにですね、ある列車を一本退避して見ていたらですね、そこにふっと白い姿の女性が飛び込むのが見えたんです。思わずその補正員さんはあっって声を出してしまったんですけれども、そこにはその女性がいなかったんです。飛び込んだはずの女性はどこにもいなかったんです。次の日、
全く同じ時間、全く同じダイヤの全く同じ列車で、全く同じ場所で、また女性がふっと飛び込むのをホセインさん見てしまったんです。その時もあっと声を出したんですけども、女性はいなかったんです。さらにその次の日も、その次の日も、同じダイヤ、同じ時間、同じ列車に飛び込む女性の姿が見えたんです。いや、気味が悪くなって、そのホセインさんはちょっと現場を変えてほしいということで、現場を別の場所に移したんです。その工事も終わって、しばらくしても近くの方々から女性がふっと飛び込むのが見えたっていう声は後を絶たなかったんです。非常に気になっていたんですけれども、そのホセインさんはある日、その女性が飛び込んだところで、その全く同じ時刻、全く同じダイヤの列車が脱線事故を起こしたんです。完全にその列車は運転士のミスで脱線事故を起こしたんですけれども、もしかしたらあの大きな脱線事故を起こしたのは、その白い女性のせいだったのかもしれません。事故物件サイトを運営している大島テルと申します。これは東京のあるところにある小さなビルでの出来事なんですが、3階建ての建物、小さなお家、その屋上が平らになっておりまして、洗濯物なんかが干せるようになっているわけです。そこで首吊り自殺をしました、おそらく入居者だと思われます。実はそのしばらく前に、その真下の3階建物の最上階であるわけですが、そこで入居者同士が酒に酔って喧嘩をし、ビール瓶で頭を殴られた方が亡くなってしまうと、そういう傷害致死事件がありました。大家さんは1階に住む方だったわけですが、自分の持っている物件で自殺と傷害致死事件があった、2人亡くなってしまった、そういう事故物件のオーナーになってしまってかわいそうだなと思っていたんですが、今度はそのオーナー自身が殺されてしまいました。屋上3階1階とお話ししましたけれども、じゃあ誰がその1階の大家さんを殺した犯人なのかと言いますと、今飛ばした2階の住人だったわけです。これで屋上3階2階1階と全部揃ってしまいました。その犯人は警察も行方をしばらく探していたんですが、埼玉の山奥で自殺しているのが見つかりました、合わせて3人4人亡くなったと言えるのではないでしょうか。重要なのはこの物件、この小さなビルの周囲、一切事件事故がなく、この建物においてのみ3回も事件が起きていると、そういうお話です。以上です。夏美です。普段はモデルや女優をしています。私は不思議な話が好きで、友達や知り合いからよく不思議な話を聞いていました。そんな私がおじさんから聞いた話をお話ししたいと思います。その日、おじさんは仕事が遅くなり終電で帰ることになったのですが、とても疲れていたこともあり、いつもは駅から20分ほど歩いて帰る距離をタクシーに乗って帰ることにしました。その駅は人通りも少なく、タクシーもなかなか通らない駅なのですが、
その日は運よく1台のタクシーに乗ることができました。そのタクシーの車内は冬なのに暖房がついていないのか、とても寒く心がざわつく感じがしたそうです。ですがおじさんは家まで少しの間我慢すればと思い、暖房をつけることをお願いすることはありませんでした。おじさんは疲れていたこともあり、少しうとうとしてしまい、どれだけ時間が経ったのか外を見渡し、今どこを走っているのか、どれくらいの時間が経ったのか確認してみると、家とは違う道、知らない道を走っていました。急いでタクシーの方に、あれ道違いませんかと確認したところ、抜け道があってね、こっちのがいいんだよとタクシーの方は言いました。実はおじさんはその地に引っ越ししたばかりで、その地に詳しくないため疑うことなく素直に聞き入れました。しばらくして道が荒れ始め、ガタガタとした山奥に入っていったので、おじさんはびっくりして、さすがにこっちは違いますよね、どこに行くのですかと確認すると、タクシーの運転手の方は、お客さん疲れてるからね、見せたいものがあってねと言い出し、おじさんは怖くて仕方なくて逃げ出したくなりましたが、タクシーは止まることなくどんどんと山奥に走っていくので、逃げ出すこともできずに、ただ乗っていることしかできませんでした。すると急に山奥でタクシーが止まり、何もない木の陰にヘッドライトを当て、お客さん見てくださいと言うのです。おじさんは目を凝らしてその影を見てみると、首をつっている自分自身がいたのです。おじさんは恐怖で声にならない悲鳴とともに気絶してしまったそうです。目が覚めたらおじさんは病院のベッドで眠っていたそうです。その横には家族が寄り添い心配している顔がありました。実はおじさんは近頃仕事に追われ少しノイローゼ気味になってしまい、家族ともうまくいかず、時折自殺願望が頭によぎるような生活をしていたため、そんなおじさんを見かねたタクシーの運転手はおじさんにあの姿を見せてくれたんだなと思ったそうです。おじさんが目を覚まして心配している家族の顔を見たら、今まであった自殺願望はおじさんの頭から消え、仕事に向き合うことができるようになったそうです。でもあの運転手の方が本当に実在する人物なのか、本当にタクシーに乗ったのか、何者なのか、いまだに分かっていないそうです。そんな話をおじさんは聞かせてくれました。普段は、都内を中心に、クラブの DJ をしているんですけれども、昔からですね、怖い話、不思議な話が大好きで、こういう場所で、お話をさせていただいております、DJ の響と申します。この話はですね、ちょうど今私が住んでる家のすぐ近所にある、まあ、居酒屋なんですけどもね、そこで働いている、ゆうじさんという方がかつて実際に経験をしたという形でお話をしてくれた、まあ、その体験談になるんですけれども、ゆうじさんは地元は沖縄の方なんですよ。で10年ぐらい前に、まあ、東京に上京されて、まあ、都内某所のあるエリアに、住み始めたんですけれども、その時に、まあ、とある焼き鳥屋さんでアルバイトを始めたそうなんですよね。でその焼き鳥屋というのが、夫婦2人で切り盛りしている、まあ、ちっちゃなお店だったらしいんですけれども、働き始めてしばらくして、
なんとなく分かってきたんですが、どうもその店長の夫婦というのが人には見えないものが見える、まあ、いわゆる霊感がある人なんじゃないか、まあ、そんなふうに気づき始めたんですよね。まあバイト仲間もなんとなくそんな話をしてたそうなんですよ。でもユージさんはもともと根が怖がりなんで、あんまりそこ深く突っ込んできたくなかったそうなんです。なので特にそこは気にせずに仕事を続けたそうなんですけれども、ある時、まあ、お店が閉店してですね、ユージさんちょうど厨房で洗い物をしてたそうです。でその時に、まあ、ちょうど厨房から、客席が見えるんですけれども、その客席の一つでその店長夫婦がその日の売り上げを計算してたそうなんですよね。でしばらくユージさんこう洗い物をしてたそうなんですが、ふとですねその客席の奥にある入り口にまるで誰かが入ってきたような人の気配を感じたそうなんですよ。思わずユージさんそっちの方をスッと見たんですが、よく見ても誰もいないんですよね。であれおかしいな、気のせいかな、そう思った時、その客席に座ってた店長の旦那さんの方がですねボソッと、あ、今入り口に誰か来てるっていうふうに言ったそうなんですよね。でそれを聞いた奥さんの方も、あ、本当だ、今入り口に来てるねっていうことを言い始めたんですよ。ユージさん、あ、これもしかしてこの夫婦霊感があるって言ってたから見えてるんじゃないだろうか、そう思って思わずその店長の旦那さんに聞いちゃったそうなんです。すいません、なんか見えるんですかって聞いたらですね、その旦那さんの方が、ああ、今ね入り口の方に女が立ってるんだよ、まあ、そこに立ってるだけで、まあ、それ以上こっちに入ってこないと思うから、まあ、多分悪さはしないと思うんだけどねっていう話をし始めたそうなんですよね。ゆうじさんそれ聞いて本当にゾッとしてですね、すごく怖くなって、もうとりあえず急いで洗い物終わらせて、すいません僕先に失礼しますって言って、まあ、裏口から、まあ、そそくさと帰ったらしいんですよね。でユージさんの当時住んでた家というのは、まあ、その居酒屋から、まあ、大体自転車で10分ぐらい、行ったところだったらしいんですけど、まあ、夜の住宅街をですね自転車を漕いで、帰ってたんですが、どうもその間、まあ、暗い住宅街なんですが誰かにずっと見られてるようなすごい視線を感じてたそうなんですよ。まあ、林でペダルを漕いでやっと家に着いてですね、今日はもうすぐ寝ようと、まあ、そう思ったんですが、なんとなくこの嫌な気配というのは体に残っている気がして、とりあえず体を洗いたくなったんですよね。なのでユージさんシャワーを浴びることにしたそうなんですよ。まあ、一人暮らしのちっちゃなワンルームの部屋なんで、シャワーといってもちっちゃなシャワー室があるぐらいなんですけどね、まあ、とりあえずシャワー室に入ってシャワーを出して、まあ、体を洗ったんですよね。でその後に、その浴槽にある椅子に座ってですね、まあ、シャンプーを手に取って頭を洗い始めたそうなんです。でちょうどこの頭を洗おうと思ってこう両手をですね頭につけてこうゴシゴシと、頭を洗っている、その時に突然ユージさん自分の背後にすごい人の気配を感じたそうなんですよ。シャワーの水がこうザーッと出てるんですけど、なんとなくそのシャワーの音っていうのもちょっと変化したような気がしたんですよね。でその瞬間ユージさん、あ、今後ろに誰かいる、はっきりと感じたそうなんです。で、うわどうしようって思ってしばらく固まっちゃったんですよね。そしたらその直後です、ちょうど両手を頭につけているとこのユージさんの両肘っていうのが顔の両側にあるんですけど、その両肘を誰かが後ろからスーって引っ張ったそうなんですよね。もう反射的にユージさんうわって叫んで後ろを振り返ったそうなんですよ。でも後ろには誰もいなかったそうです。ユージさんその日本当に怖くなって、もう急いでシャワーを出てですね、で震えるように布団に潜り込んで、今日はもうとりあえずすぐ寝よう、そう思って、そのまま眠りにつこうと必死にこう目を閉じていたんですけれども、なかなか寝れないそうなんですよね。でそのまま、まあ、5分10分経った頃って言ってましたけれども、突然そのユージさんが寝ているベッドの横から
なんかパッパッパっていう音が聞こえ始めたんですよ。で、なんだろうって思って思わず布団からゆっくりスーッと顔を出したんですよね。その間もそのベッドの上からパッ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 っていう音が続くんですよ。で、ゆうじさん怖かったんですが布団から顔を出してベッドの横をスーッと見たんですよね。そしたらそのベッドの横に体全身ずぶ濡れになった女が立っていて、口をパッ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 口をパクパクさしてそこに立っていたそうです。ゆうじさんもう叫ぶことすらできなくてうわって心の中で絶叫して思わず布団をガッてかぶったんですよね。そしてガタガタ震えながらお願いですから帰ってください帰ってくださいずっとそう願いながら震えて、まあ、その日は結局一睡もできなかったそうです。結局ゆうじさん、その日以来その女の姿を見ることはなかったそうなんですけれども、ゆうじさんお店からおそらくその女を連れて帰ってきて、まだ多分その女は自分の家にいるんじゃないだろうか、まあ、そう思ってたまに眠れなかったそうです、まあ、そんなお話を聞かせていただきました。放送作家の中村志生です。この話は知り合いのタレントさんから聞いた話で、そのタレントさんは男の子で、大学に通ってるんですけど、まあ、タレント活動しながら、学生をしてるんですけど、その男の子が、家から、大学に行く途中の話で、なぜかこう家を出てからこう、まあ、普通に駅までだいたい10分ぐらいの道のりなんですけど、何かこう違和感というかそういうのを感じて、なんとなくこう歩きながら後ろを振り返るとかなり自分とこう距離を近くに、普通まあ通行人というか他の人ってこう歩くときに距離を空けると思うんですけど、結構な近くにこう後ろの後ろにおばあさんがこうなんだろうかなり近くにこういたんで、なんでこんなに自分の後ろぴったりと歩いてんのかなと、別にもちろんね道もそんなたくさんいる道じゃないんで、なんでこんなぴったり自分についてんのかなと思ってこう気味が悪くなって、まあまあでも学校に行くまでにはいなくなるだろうなと思いながら、まあ電車に乗ったんですけど、電車に乗ってもそのおばあさんは自分の後ろをぴったりとこうついてきてる、来てたらしくて、あれちょっとこれはなんかまあストーカーなのかなみたいなこととか思いながらも、まあ、おばあさんといってもね、そんなになんかこう派手ではなく結構ずっとこう下を向いてる感じだったって言ってたんで、変な人だなと思いながら、途中まあ駅を降りて、まあコンビニ行こうってことになって、コンビニ行けばそのおばあさんもさすがにどっか行っちゃうんだなと思って、まあ、コンビニで飲み物買ってそのままコンビニ出たら、まあ、そのおばあさんいなかったってなって、あどっか行ったんだと思ってちょっと安心しながら、まあ、学校に向かっていたんですけど、気がつくとまたそのおばあさんが後ろ自分の後ろにピッてこうついてきて、あれいつの間にいたんだろうなってことを思いながら、これはちょっと危ない人にちょっとこれは付きまとれたかなと思いながら、そのまま学校に着いたんですけど、で授業を受けてて、まあさすが授業中っていうのはそのおばあさんはいなくなって、ただそのことをずっと考えていると、その男の子は気味が悪くなってきたんで、ちょっと知り合いっていうか友達にすぐにまあ連絡取って、ちょっと早く学校来てくんないって、ちょっと変な人がいるんだよねなんてことを言って、その友達も分かった、じゃあちょっと急いで行くよなんてことになって、で時間帯もちょうどお昼ぐらいになったんで、ちょっと学食でね、食堂で待ち合わせしようぜって友達と話をして、その男の子は食堂で友達を待ってたんですね。その時はもちろんおばあさんはいなかったんですけど、でずっとその友達を待っていたら、やっぱりちょっとこう後ろの方から視線を感じるとこになって、パッと後ろを向くとそのおばあさんがいて、結局その食堂というか学食のその食堂までついてきちゃったね。あこれいよいよちょっと変なやつだなと思って、でそんなことを考えてるうちに友達がおお悪い悪いってこうやってきて、実はさ今日朝から変なおばあさんにつきまとられて、今ねここ入って学校も入ってきちゃったんだよねって、見てあそこにいるじゃんってことを言ったら、その友達が
ん？お前誰を指差してんの？ってことだって。え？お前そこにおばあさん見えないの？って言ったら、いやそんなおばあさんがいないじゃんっていう話になって、あれじゃそのね、そのタレントって男の子は一体何を見ていたのかというか、何に付きまとわれていたのかというか、じゃあ友達にはそのおばあさんは見てなかったってことをその男の子は考えていて、うん、じゃあ気持ち悪いなと思いながら、まあ、食堂を出たんですけど、結局その食堂出てからはそのおばあさんは姿を現さなかったというか、ピタッと姿を消してしまったっていうことで、一体本当にあのおばあさんは何だったんだろうってことを今でもその男の子が考えてるって言ってました。ちなみに、背後で思い出したんですけど、よく、お風呂場で頭を洗ってる時にこう目をね閉じて頭を洗ってて、こうその時に幽霊のことを考えたりすると背後に、霊が現れるなんてことをよく言うんですけど、僕の知り合いの女の子は、まあ背後というかバック、彼氏とバックでやってる時に、そういうことを考えないように、してると言ってました。ホリプロコム所属、二軸弱というコンビの松尾魂と言います。よろしくお願いします。これは地元の先輩に聞いた話なんですけど、僕地元熊本なんですけど、熊本の心霊スポットで、ハイホテルがあるんですよ。天草っていう地域の近くに。でそこをよく心霊スポットでみんな遊びになんかふざけて行ってるような場所があるんですけど、でそう先輩が昔、4人で、そのハイホテルに、ふざけてちょっとなんか肝試しじゃないけどそういう風に遊びに行こうぜってなった時、4人のうち、まあ、2人がカップルで、で22で男と女22で行こうっていうことになって、でその日、まあ、そのホテルまで行って、で、まあ、車で着いて、でそのホテルに2人ちょっと入っていって、で最上階、まあ、5階6階ぐらいあるんですかね、最上階まで行って手を振って帰ってこようっていう遊びをしようってなった時に、まあライトは照らしてあげてるから、2人で行こうってなって、そのカップルが行くことになって、でカップルが行ったんですよね、車を照らしてあげて。でまあしばらくして、まあ上の階までついてこっちに手振ってるんですよ。あ、よくあいつら行ったなっていう風になって、あ、すごいなあいつらってなった。そういう話をしてる時にバンって2人とも飛び降りて、でむくって立ち上がって、その横が海なんですけど、そのまま2人で歩いて行って飛び降りたんですよ。これが最後の別れ、二人でもう最後死のうっていう思いを決めてた時のそのバイバイだったのか、まあそのホテル、まあ、いろいろ霊の噂もあるんで霊に取り憑かれて二人で、心中したのかはちょっと分かんないんですけど、まあ、そういう話を聞いたことがあります。怪談家の阿美です。こんな感じでいろんなところで怖い話とかさせていただいてるんですけど、まあ、それをね、まあ、やりだして、まあ、結構経ちますし、田舎から東京に出てきまして、まあ、事務所に入ってもう13年ぐらい経つんですけども、まあ、ありがたいもんでね、今こうしてお仕事でやらせていただいて、まあ、生活してるんですけども、やっぱりね、本当に若手の頃っていうのはね、お仕事もそんなにあるわけではないので、バイトをね結構してたんですよ。でとあるコンビニでアルバイトをしてたんですけども、そこのコンビニ、夜勤がねもうとにかく暇で、それがまあ気に入ってやってたんですよね。
大きな道の近くにあるんですけども、割と夜間のお客さんが少なくて、まあそれでも立地だからなのか、まあ、深夜はですね必ず男2人で回してたんですよね。で男2人で回してるんですけども、これね、もしかしたらねこの間北海道かどっかで喋ったらご存知なかった業態ではあるんですけども、ここのコンビニっていうのが、普通にね一般的なコンビニに並べてあるラインナップとは別で、店内でねその場でファーストフード的なものを調理して出すことに力を入れてる、まあ、コンビニの業態なんですけども、そういった店舗でね全国にも何店舗も展開してると思うんですけども、そうなってくるとね、あのレジのスペースの横にちょっとねお客さんから見えないちょっとしたキッチンスペースがあるんですよね。で夜中、まあ、夜勤っていうのはですねお客さんも少ないんで、そこのキッチンスペースにね僕らアルバイト2人で引っ込んで、まあ、そこでちょっと座って、まあ、本を読んだりとか2人で喋ったりとか、そんな感じで時間を潰して過ごすんですよね。で、まあ、あの入り口のドアが開きましたら音も鳴りますし、レジに誰かが来たらそれもなんかすいませんだったり、姿も何となく見れれば見れるので、そんな感じで過ごすんです。ただ問題だったのがね、そこはあの電波が入んなかったもんでですね、やっぱり携帯いじったりとかインターネット使ったりはできなかったんですよね。もうそれでも2人で喋ったり本読んだりしてれば時間は経つもんで、でそんな感じでいつも入ってたんですけどね、ある時僕がそこに入って2ヶ月後ぐらいですかね、初めて夜勤で一緒になったっていう男性がいたんです。夜勤のアルバイトしてる人何人もいたんですけどもね、おなじみの人とか気が合う人とかいたんですけど、あこの人初めてだっていう人と2人になったんです。でもその方ね、初めて2ヶ月間僕は被らなかったんですけど、実は僕よりも前からそこのアルバイトしてる方だったんですよね。で話聞いてると近くに住んでてどうとかでって話してて、でやっぱ僕こういうのが好きなもんなんで、ちょっとねお化けの話とかしてたら、その方が亜美くんさって話になって、俺ちょっとそういうのあるんだよって言うんですね。あそうなんですかって話になって、こっちもちょっとねそういうの好きなんで興味津々で、えなんかどういうのあるんですかって言うと、いやもう本当にさ、まあじゃあちょっと分かりやすく言うとさ、ここのお店の中に一人いるのって分かるって言ったんですよ。いやもちろん僕そういうの全然分かんないんで、えマジですか、分かんないです普通に答えないんですよね。そしたら、いや俺さそういうの本当にあれなんだよね、まあ、感覚が鋭いというか分かっちゃうというか、でそれいるの分かったんだけどさ、でもねこの夜勤のバイトってさ結構、まあ、楽じゃん。でそれいるのってさ、まあ、小さい女の子なんだよ。でもねそれがいるからっつって辞めるのも嫌なぐらい結構楽だしさ、どうしようかなと思ってさ、もう俺今その子と仲良くなっちゃってさ、その子さずっと俺の子にいるんだよって言うんですよ。それを小さなキッチンスペースで僕の真横に座って言うんですよね。僕の真横で俺の横にいるんだよって言われたら僕もちょっと怖くなっちゃって、でね手に持ってた本もそこに置いて、目の前にねテーブルがあって僕の本と携帯電話が置いてある状態で、もうそんなの気にせずマジですかちょっと話しかけちゃって、しっかり話しかけてたら、やっぱりその方もなかなかそういう話をする相手って今までいなかったみたいで、そうなんだよやっぱり俺もこういうのあってさ、でさ俺がさ例えばシレスポットみたいなところ行ったらさ、なんか結構もうどっか行っちゃうみたいなんだよね、俺なんかあんまり良くない感じらしいんだよ向こうからしたら。でも逆にうちの妹が困っててさ、うちの妹さもういろんなところで記念写真とか撮るために変なのが写っちゃったりしてさ、妹はいいんだけどさ、もう一緒に写った友達とかにそれ結構嫌がられてんだよねなんて、いろんな面白い話を聞かせてくれて、うわすごいなこの人と思って、えじゃあ本当にこのお店もいるんですかねみたいな話になって、でそしたらその方がおーいるいる、だって今もう横にいるよって言うんですよね。その時に僕びっくりしたんです。マジですかって聞いてたら、その方ここでうん今もそこにいるよって言ったら、僕のここからそうなんですよ、女の子の声聞こえてきたんですよね。びっくりしました。パッて見たらそこに置いてあるのは僕の携帯電話なんですよ。えもしかしたら何かの音声、例えば YouTube につながっちゃったとかそういうことかなと思ってパッて見たんですけど、いやいやそんなことなかったんですね。もともとそこ県外なんですよ。電波が入らないから僕ら喋ったり本読んだりしてる。だから携帯からたまたま流れたとかそういうことじゃないんだなと思って、めっちゃ怖くなってその方の方パッて見たら、ねって言うんですよね。そういう方ってやっぱいるんだなって思いましたね。そこのお店今はもうなくなってしまいましたけど、最後の最後までとても楽にバイトさせていただいて、ただ
僕がその女の子の姿を見るということはなかったです。この話は私が21歳の夏の出来事です。当時通っていた劇団スクールの合宿で京都の山奥へ行くことになりました。これから始まる楽しい合宿に胸高鳴りながらバスの中でみんなと和気あいあいと話をしていました。そんな時この合宿の責任者で俳優歴30年の K 先生が、みんな楽しそうに騒いでるけどこの合宿は遊びじゃないからな、みんなの将来がかかっている、過去にこの合宿に遊び半分で参加して事故で亡くなったやつがいてな、と言いました。その話で私たちの空気は一変しました。私は先生に、過去に何があったのですか？と聞きました。すると、K 先生は少し間を空け、俺の先輩で過去にこの合宿に講師として参加した人がいてな、その先輩から聞いた話なんだが、山田という一人の生徒が合宿中、ずっとおしゃべりをしていて喉が枯れてしまい声が出なくなってしまったそうなんだ。合宿では毎朝4キロの山道を走るというトレーニングがあってな、その日はあいにくの雨だったんだが無理にマラソンを決行してな、山田は体力がなくなり声が枯れてしまった山田はみんなに助けを求めることができず、みんなの列からはぐれてしまったそうなんだ。遭難してしまった山田はそのまま亡くなってしまったそうなんだ。そんな話を K 先生は聞かせてくれました。 K 先生はその話を聞いて絶句している私たちを見て、まあ騒いだり楽しんだりするのは自由だがちゃんと節度を持って演技の勉強をするために頑張るんだぞと励ましてくれました。いよいよ山奥の合宿所へ到着し、にこやかなおかみさんが私たちを迎えてくれました。合宿は順調に進み、最終日の夜のことです。私は女友達2人と同じ部屋で怖い話で盛り上がっていました。夜も更けてきたので寝ようと思って、電気の紐を引っ張ろうと手を伸ばしたその時、私はまだ紐を引っ張って電気を消していないのに先に電気が消えてしまったのです。私はとてもびっくりしてそのことを友達二人に伝えたのですが、二人は信じてくれず、いやそんなことないでしょうと笑ってそのまま眠りにつきました。次の日朝起きてみるとその二人の友達は部屋からいなくなっていて、食堂でみんなに囲まれて泣いていました。どうしたんだって話を聞くと、その二人は足にあざがあり、そしてもう一人は夜中に首を絞められるような夢を見たと言って泣いていたそうです。私は大丈夫大丈夫と言ってその二人をなだめていたのですが、その一人の友達が夢で男性にこう言われたそうです。僕もまだ合宿終わってないんだよ、僕も仲間に入れてくれないか、そう私に言ってきたと彼女は泣きながら私に説明してくれました。その瞬間私は友達と顔を合わせて、いや山田山田だと思いました。山田はまだ成仏できず夢に出てきたんだなと思いました。この合宿は私にとって忘れられない、そんな合宿になりました。
この話はですね、ちょうど昨年私がとあるイベントで DJ の、共演をした、まあ、DJ の藤木さんという男性の方から聞いた話なんですけれども、藤木さんはですね、だいぶ昔の話なんですけれども、高校の時に、まあ、とある地方にある、まあ、地方の山間部ですね、森の中にある全寮制の、学校に通ってたそうなんですよ。で、藤木さんが言うにはその全寮制の高校というのは、まあ、結構素行の悪い、まあ、いわゆる不良と言われている人たちも、何人かいたような、場所で、でちょっとまあ荒れてる人もいたらしいんですよね。ただ藤木さん自体はもともとその人付き合いもあるんで、結構そういう人たちとも仲良く付き合ってたそうなんですよね。でそんなある時なんですけれども、ちょうどまあ寮での食事を終えて藤木さんがまあ自分の部屋に帰ろうかなと廊下を歩いている時にですね、まあ、仲良しの、まあ川田君っていう、まあ、同級生がいたんですけど、その川田君が自分のとこに来てですね、今からちょっと抜け出してタバコでも吸いに行かないって言われたんですよね。で藤木さん、まあ、特に断りもなかったんで、あ、いいよいいよ行こうよって言って、まあ、夜の9時に、ちょうどその敷地の外れにある、まあ、塀を乗り越えられる場所があるんですけど、まあ、そこでその川田君と待ち合わせをして、じゃあ、タバコ吸いに行こうっていうことになったそうなんですよ。で時間になって藤木さん、まあ、その敷地の外れの塀を乗り越えて外に出たら、まあ、川田君はそこで待ってたそうなんですよね。で、あ、じゃあ外行こうかって言って、その奥の森に向かって2人歩き始めたんですよね。まあ、時間はもう夜9時ですんで、もう日も落ちて、まあ、辺りは真っ暗なんですよ。で2人懐中電灯持ってたんですけれども、ただここでライトをつけると、まあ、寮の寮長さんからバレてしまう可能性がありますんで、まあ、しばらくはライトをつけずに森に向かって、歩き始めたそうなんです。でしばらく歩いてですね、まあ、暗い、まあ、山道なんでちょっと足元がおぼつかないんですけれども、まあ、注意をしながら歩きつつですね、藤木さん、まあ、左側にいたその川田君に、まあ、何気なしに話をしたんですよ。そういえばお前さ、もうそろそろ夏休みだけど夏に実家帰るの？まあ、そう聞いたそうなんですよね。そしたら川田君は、実家帰らねえよって言うんですよ。で藤木さんそのまま会話を続けたんですけど、え、どうしたの、お前なんか実家の親と揉めてるのって聞いたんですけど、その川田君、帰らねえよ、帰れねえよ、帰れねえよ、そう言うんですよね。で藤木さん、あ、ちょっともしかしたら触れちゃいけない話題だったのかなと思って、ちょっとごまかすために、まあいろいろあるかもしれないけど、まあたまには実家帰った方がいいよ、まあそう言ってですね、もうそろそろいいかなと思ってポケットからタバコを出したんですよ。でタバコを口にくわえて、ライターの火をパッてつけたんですよね。そうするとこの周り暗闇だった森にスーッとオレンジ色の光がパーッと周囲を照らしたんですけれども、その横をスッと見たら、さっきまで川田君がいた場所誰もいなかったんですよ。えっと思って周囲を振り返ったんですが、周り誰もいないんですよね。で、え、どういうことだって思ったその時、ちょうど川田君がいたあたりから、帰れねえよ、帰れねえよ、帰れねえよっていう声がずっとするんですよ。で藤木さん固まってうーっと思ったその直後、はっきり覚えてるそうです。その声のした方向のさらにその奥、その森の木の間にボロボロになった車が1台止まってたそうです。そしてその車の窓という窓にガムテープがびっしりと貼られたそうなんですよ。まあ、それが何かを考えるも先に藤木さん反射的にうわーっと叫んで寮まで一目散で逃げ帰ったそうです。後で聞いたらですね、川田くん、まあ、藤木さんと待ち合わせしてしばらくは歩いてたそうなんですけど、途中自分のタバコを持ってくるのを忘れたことに気づいてですね、まあ、寮まで取りに帰ったそうなんですよね。
で、寮に戻ったところでちょっと残念ながら寮長さんに見つかってこっぴどく叱られていたそうなんですよ。なので川田君結局森には行ってないんですよね。まあそんなことがあって藤木さん、まあ、その日以来森に行くことはやめたそうです。まあそれをきっかけに、まあ、タバコも、そこから吸うことをやめたそうなんですけど、でこれは後から分かったことなんですが、結局そのまあ数年前に、まあ、その森で、まあ、とある無職の男性が排気ガス自殺をして亡くなっていた、まあ、そういった事件があったそうです。まあ、そんな不思議な経験をしたっていう話を藤木さんは私にしてくれました。ですね、東京都の、ある外れの路線にですね一つの駅がございまして、その駅はですね鉄道ファンの中ではなかなか有名ではあるんですけれども、自殺が特に多い駅、利用している人数に比例したらすごく多い駅っていうのがあるんですね。でこの駅っていうのはなんで未だにその自殺が多いかっていうのは分かっていないんです。まあ一説には鉄道マニアの間ですけれども、発車するときに流れるメロディー、発車メロディーというのが半音低かったり、その駅は半音低いんですね、だったりですとか、その路線の電車の色が気分を落ち込ませるんじゃないかっていういろいろな説があるんですけれども、それは未だになんだか分かっていないんです。近くの住人の方もですねこの辺で人身事故、いわゆる飛び込み自殺が多いことは知っているんですけれども、その日もですね終電間際、夜遅くにですねこの投身自殺があったわけですね。で、まあ、いわゆるこの引かれた人というのは、まあ、いわゆるねまあ、どうしても体がバラバラになってしまうわけですけれども、警察の方にですねその通報がありまして、まあ、警察が駆けつけまして遺体を片付けたりですとか、列車の不備をこう直したりですとか、そういった形をしていたんですけれども、その日はですねいつもと違いまして、もう一件通報がありまして、近くの民家から誰かが覗いている、誰かが覗いているから今すぐ来てくれという通報があったんです。で警察の方がですねそこに駆けつけましたら、そこにいたのは覗いている人ではなく、そのバラバラになった時に見つからなかった飛び込み自殺をした男性の首がそこに覗いてたわけじゃなかったんです。この話は、自分がちょっと経験した話なんですけど、自分ちょっとたまに女の子のアイドルのイベントのお仕事をたまにしてるんですけど、まあ、今でよくある、イベントで撮影会とか握手会っていうのがこうイベント終わりにあるんですけど、まあ、女の子のアイドルなんで男の子のファンがたくさんこう、ね、熱気ムンムンで握手会や撮影会にこう参加するんですけど、ちょっと前だったら、CD を何枚買ったら、チェキを、ね、写真撮らせるってあったんですけど、最近はもうチェキというよりも自分の携帯で撮影をこうしたりするんですけど、でまあ、毎回というか、何回かイベントやってればそのファンの顔も覚えてきて、向こうももちろんこっちの顔を覚えてくるんで、なんとなくこう雑談しながら最近どうですかとか、あ明日も来るんですかなんてことをこう話したんですけど、仲良く話すこう2人組の男の子がいて、でその2人組はもちろん友達同士でイベントに参加するんですけど、毎日のようにその2人は参加したんですが、ある日一人来なくなっちゃって、あれいつも二人で来てるのになんで来ないのかななんて思いながら、じゃあ撮影を、特典会の撮影をするためにこう写メをね、携帯で写メを撮ったんですけど、なんかその写メを撮ってて、その撮った写真を見ると、一応確認のために写真を見るんですけど、なんかこううまい、うまく撮れてないというか変な感じで写っちゃうんで、そのファンの方に
ちょっと携帯壊れてないって聞いたら、いやいや携帯壊れてないですよ、他は写真はちゃんと撮れてますよって話をしてるんで、なんか君の写真というか君のカメラを使う時だけちょっとこう調子悪いんだよねなんて話をしてて、あそうなんですかって言いながら、まあいいです撮ってくださいたくさんってことで、まあ何枚か撮ってたんですけど、どうもうまく撮れないというか、でその写真をよく見ると、そのアイドルの子とその男の子とファンの男の子の間にちょっと人影らしきものがこう写っていて、あれこれなんかよく見るとこれ人影だよねって話を言う伝えたら、そのファンの方が、あ本当だこれよく見るとあいつに似てるなってことを言い出して、あいつって誰って聞くと、いやあのよく俺と一緒に来てたあいつですよって言ったら、あの友達って話をして、そうそうそうですそうですって、そういえば最近あの一緒に来てた友達最近来ないねって言ったら、ああちょっと今入院してて、しばらくイベントに来れないんですよねって言ってて、あそうなんだ、じゃもしかするとこれ そいつのなんかそういうなんだろう怨念というか、なんかそういう行きたいって気持ちがなんか念になってこっち飛んできたのかなって話を聞いて、ああどうなのかななんて思って、ちょっと知り合いに霊感強い人がいるんで聞いてみますよってことで、そのファンの方がそれには帰ったんですね。でまた後日イベントがあって、そのファンの方が僕に近づいてきて、あこの前と撮影したあの写真の人影なんですけど、やっぱり入院してるあいつでしたって話になって、でその霊感が強い方に聞いたら、どうやら生き霊を飛ばしてきたと、そのイベントに行きたい行きたいっていう、強い気持ちが念になってそこの会場に生き霊として現れたっていう話です。ちなみに、まあ、行きたい行きたいってそう男の子は誰もが願うと思うんですけど、行きたい行きたいと思う時に限って意外といけないもんだなって時々思うんで、やっぱり行きたいと思う時は無心な気持ちで行動した方がいけるんじゃないかなって僕は思います。まあ、私は事故物件サイトを運営している過程で、さまざまな事故物件の現場写真を撮ることがあるわけです。これからお話しするのはある駐車場のお話です。その駐車場で練炭自殺をした人がいました。止めている車の中で自殺したわけです。密閉されている空間ですから、まあ、結構そういうことをする方はいます。私はその自殺騒ぎがあった直後に現場の駐車場に行きまして、事実確認に努めたんですが、写真を撮るには少し都合が悪かったわけです。もう夜でしたから。そしてしばらく経ってから晴れた日の日中にサイト掲載用の写真を撮りに行きたいと考えていました。なかなか時間がなく、だいぶ時間が過ぎてしまいました。でようやくその現地を再び訪れることができた時にはもうマンションが建っていました。もともとその新しい鉄筋コンクリートのマンションを建てるためにその前に駐車場として、まあ土地を遊ばせていくのももったいないですから、少しでも日銭を稼ぎつつプランを考えていたのではないかと思われます。仕方なく私はその新しいマンションの写真を撮ってサイトに載せていました。この写真のマンションが建っている土地でかつて自殺がありましたと。そうしますと大家さんから抗議の連絡がありました。この鉄筋コンクリートのマンションは新築で自殺した人なんかいないんだと、前の駐車場時代のことなんか知らないと、このままだとまるで新しいマンションで早速自殺者が出たと誤解されてしまうから写真を削除しろと言われたわけです。で、確かにおっしゃる通りではありますが、今更駐車場の写真を撮ることもできませんし、どこで自殺があったのかと
ということを皆さんにお知らせしたいわけですから、まあ、マンションの写真を載せるのもありなのかなと、まあ、悩んでいたわけです。悩んではいるんですが、まあ、先方の言うことも一理あると、どうしようかなと思っていたら、やっぱりその新築の鉄筋コンクリートのマンションでも事故が起きて亡くなった人が出てしまいました。結局は事故物件じゃないかと思いました。以上です。今回は人に言っても信じてもらえないある恐ろしいお話をしたいと思います。あれは私が二十歳で初めて一人暮らしをした時です。当時はお金もなく、親にも迷惑をかけたくないということで、アルバイトで貯めたお金で借りれる家は6畳一間といった築年数も経っていた部屋でした。フローリングに襖で、女性らしいものを置けばまあなんとか可愛い生活はできるんだなと思って我慢して住んでいました。一番の決め手はやっぱり家賃の安さでした。引っ越しも終わり、友達2人と泊まることになりました。お酒も少し入り、寝ようとすると一人の友達が急に悲鳴を浴びて外に走り出しました。もう一人の友達は気分が悪いと言って帰ると言い出しました。私はまあお酒に酔ったんだなと思って何も気にせずそのまま眠ることにしました。そんな日の夜です。私の身にとても不思議なことが起こりました。コンビニで買ったお弁当を食べてゴロゴロしていると眠気が襲い、そのままうとうとしてしまったその時、金縛りに遭ってしまったのです。その金縛りはとても不思議なもので、ただ体が動かないだけではなく布団に引き込まれるような感じがしたのです。そして顔はなぜだか襖の方に向いて動かないのです。すると襖から犬や猫が襖を開けるような、そんなカリ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 という音がしてきたのです。私は怖くて怖くて仕方ありませんでしたが、でも金縛りで体が動かず、顔もその襖の方向から背けることができず、怖い怖い、そんな一心でその金縛りに耐えることしかできませんでした。カリ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 の音だけ聞きながら、気がつくと気絶してしまったのか、そのまま眠りについていました。私は誰にも相談できずにいました。気のせい、気のせい、夢を見たんだと自分に言い聞かせるだけでした。そんなことがあって1週間ほどが経ち、何もない平凡な暮らしをしていました。その日、私は仕事が休みで部屋の掃除をしているときに、絶対にしてはいけないことをしてしまいました。襖の押し入れは上段下段に分かれていて、ベニヤ板が張っているだけの襖でした。上段には布団を入れていて、下段の掃除をしていた時です。下段の中を拭き掃除していると、前の住人の子供が張ったのかなと思うような、大小40枚くらいのシールが貼ってありました。私は何も気にせず、そのちょっと汚くなっていたシールをバリバリと剥がしました。シールの裏をよく見てみると、何かお経のようなものが書いてありました。汚いのと少し不気味な感じがして、2枚だけ貼ったままにしました。その日の夜の出来事です。私が眠っていると、またあの息苦しさと寒気で目が覚めたのです。以前と同じあの
金縛りに遭ってしまったのです。またあの感じだなと思ったのですが、なぜだか今回は以前とは違う、そんな感じがしました。それでも声は出ず、また顔は襖の方を見て動かない状態になってしまったのです。しばらくすると襖からまたカリカリガリガリという音が聞こえ、私は怖くて布団から出てその襖を閉めたいという気持ちになったのですが、体は動かすことができず、カリカリガリガリの音は止まず、襖が開いちゃう開いちゃう、そんな恐怖心でいっぱいになっていました。よく見るとその襖はちょうど指が入るような隙間が空いていたのです。カリカリガリガリ、ああ襖が開いてしまう、そう思ったその時です。小さな男の子のようなうめき声で、ううううと聞こえたのです。私はもう怖くて怖くて何もできないでいました。しばらくするとカリカリカリガリ、ううううという音がピタッと止まったのです。シーンと静まり返ったと思ったら、襖から真っ白い顔をした男の子の顔がグワッと出てきたのです。私は怖くて怖くて声にならない声で気絶しそうになりながら、それでも完全には気絶することもできず、私は体中から汗があふれ何もできずにいました。それでも男の子の顔がじわじわと出てこようとする、襖を閉めなければ子供が出てきてしまうという恐怖から外へ逃げるという判断ができず、とにかく襖を閉めに行きました。襖からは男の子の顔が少し出てきていたのです。出てこないで出てこないでと思うように、そのことだけを願いながら、もう襖から出てきている男の子の首を挟むように襖を閉めてしまいました。その瞬間、男の子の首がぐりっと180度回り、上を見上げ私と目が合った瞬間、もう死ぬと思い、私はその場に倒れるように気絶してしまいました。その後どれぐらいの時間が経ったのか、玄関からお母さんの声が聞こえました。母は何かあったんだと感じ、合鍵を使って私の元へやってきてくれました。私が目を覚ますと、そこは実家の家でした。実はあの日泊まった二人の友達から両親へ、あの子の家は何かおかしい、すぐに実家に帰らすか引っ越しさせた方がいいと母に相談していたそうです。私が怖がるからと言って私には何も言わず、両親はその話を聞いて何かおかしいと思って私の元へやってきてくれたそうです。あの部屋はきっと何かがいる、住み着いていたのかもしれません。私はすぐに家を解約し実家に戻りました。もしあの時襖に貼ってあったあのシールを全部剥がしていたら、あの男の子は襖から出てきて私はどうなっていたのか、いまだに考えるとゾッとします。私DJ をしてるんですけども、DJ してるとやっぱりいろんな方と知り合う機会が多いんですよね。でこれもまあちょっとそのつながりで知り合った方なんですが、公務員をされている篠田さんという方から聞いたお話なんですよ。で篠田さんっていうのは、地元がですね、千葉県のとある地域でですね、で、この話っていうのはその篠田さんが中学の時に経験したという話なんですけれども、篠田さん中学の時に
柔道部に所属してたそうなんですよ。で、その学校では夏休みに毎年合宿をするそうなんですよね。で、ただ合宿といってもどっかに行くわけではなく、まあ、その中学校の柔道場にみんなで寝泊まりをして、まあ、1週間ぐらい練習をする、まあ、そういった、まあ、合宿だったそうなんですよ。で、ちょうどその篠田さんが、中学2年生の時って言ってましたかね、まあ、その合宿に入って、まあ、頑張って練習をしていたそうなんですけども、まあ、2日目か3日目ぐらいの夜、まあ、その柔道場でみんなで布団に入って寝てるんですが、篠田さんすっと目が覚めたそうなんです。で、まあ、ちょうど育ち盛りでもあったんでしょうかね、ものすごいお腹が空いたそうなんですよ。で、どうしよう、なんか食べたいなと思って、で、篠田さん思い出したんですよね。あ、そういえば夕ご飯をみんなで家庭科室で食べたんですけれども、その家庭科室にまだ今日食べたカレーが残ってるな、ちょっとこっそり行ってカレー食べよう、そう思ったそうなんですよ。で、篠田さん、まあ、布団から出てですね、まあ、夜の学校ですけれども廊下を歩いてその家庭科室に向かったそうなんですよね。で、家庭科室について、まあ、ドアをガラガラガラと開けて中に入ったそうなんです。で、暗いので電気をつけようと思ったんですよね。で、壁にある電気のスイッチに手を伸ばしてこうカチャってスイッチを押したんですけれども、電気がつかないんですよね。で、おかしいなと思ってまたカチャカチャカチャっていじったんですけど、全く電気がつかないんですよ。さっきまでついてたのにどうしたんだろう、壊れたのかな、まあ、そう思ったんですが、とりあえずお腹が空いて早く食べたかったんで、まあ、暗いままその家庭科室に入ったんですよ。で、まあ、篠田さんが言うにはこう、うっすらとあの非常口の緑のランプがあったみたいで、なんとなく目が慣れてくると、まあ、一応こう見えたそうなんですよね。で、その長い調理台にある大きな鍋があって、そこにカレーが入ってるんですけど、まあ、そこに火をつけてですね、まあ、しばらくしてまあ温まってきた頃、篠田さん、まあ、ご飯をこう大きなジャーからよそってカレーをこうよそったんですよね。で、ちょうどその時にですね、突然その長い調理台の向こう側からカラーンって音がしたんですよ。で、篠田さん思わずそっちをスッと見たんですが、そうするとその家庭科室の壁側の隅の床にしゃもじが1個落ちてたんですよ。で、あ、しゃもじが今落ちたって思ったんですが、よく見るとそのしゃもじのすぐそばに黒い塊があるんですよね。あれなんだと思って篠田さん目をぐーっと凝らしてそこを見たそうです。そしたらそこにはですね、ボロボロの軍服を着た兵隊がその床にかがんでそのしゃもじを拾おうとしてたんですよね。で、思わず篠田さん絶句して目が離せなくなったそうです。うわっと思って固まったその時、その黒い塊に見えた兵隊が懐からですね、この飯盒っていうんですかね、昔キャンプとかで使ってましたけど、その鉄のこうお米を炊く、鍋みたいなやつなんですけど、その飯盒を懐からゆっくり出して、そしてその落ちているしゃもじを拾うんですよね。そして突然カタ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 って言って、そのしゃもじでその飯盒をまるでご飯を食べるようにこう口にかき込むんですよ。ただ音からしてそこ飯盒の中には何も入ってないんですよね。で、そのままカタ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 しばらく動いた後にピタッってその動きを止めて、そのボロボロの兵隊ゆっくりと篠田さんの方を見たそうなんです。もう顔はげっそりに痩せてて、頭の右ぐらいから血がだらだらと流れていたそうです。それを見て篠田さん、まるでこう咳を切ったようにうわーっと絶叫したそうです。まあ、僕もその篠田さんに聞いたんですよ。やっぱそういう時って絶叫するもんなんですかって言ったら、篠田さん、もうとりあえず気づいたらもう叫んでましたっていうふうに言ってくれました。で、篠田さん逃げるように柔道場にうわーっと走って帰って、友達を何人か叩き起こしたんですよ。おい、今俺すごいもの見たぞって言ったんですけど、周りのみんなは一切信じてくれなかったそうです。まあ、しょうがないので
篠田さん、まあ、その日は布団に、くるまって、まあ、朝まで、まあ、寝つけなかったそうなんですけども、朝起きてですね、まあ、練習が始まる前にやはり篠田さんどうしても昨日見たものが気になったそうなんですよ。でそのまんまもう一度家庭科室に行ったそうなんです。まあもう日は昇ってるんで、明るかったんでそんな恐怖感なかったんですけど、で家庭科室について扉をゆっくり開けたんですよね。そしてまず電気をつけたそうなんですよ。そしたらカチャッ、普通に電気がついたそうなんです。でそのまま家庭科室に入って、昨日自分がいた場所をスーッと見たら、その調理台のテーブルの上に、まあ、自分がよそったであろうカレーの器が置いてあったんですけれども、その中のカレー綺麗に食べられていたそうです。で昨日そのボロボロの兵隊がいた場所を見たらですね、当然そこには誰もいなくて、ただその床にポツンと何か落ちてるんですよ。であれなんだろうと思って近づいてみたら、それカピカピに乾いた乾燥したお米の塊だったそうです。でそんな不思議なものを見て、その日篠田さんはもう恐怖でですね、こう練習がなかなか手につかなかったんですよね。で練習終わった後思い切ってですね、篠田さん、まあ、顧問の先生に昨日自分が見たものを話をしたそうです。まあ、その顧問の先生っていうのは当時教頭先生をやってたらしいんですけれども、まあ終わった後先生のところに行って、すいません先生、信じてくれないかもしれないんですけど、俺昨日こんなの見たんですよって言って、恐る恐る昨日見たものを話をしたんですよね。しばらくその先生じーっと篠田さんの話を聞いてたんですが、話が終わった後一言ですね、お前も見たかっていうふうに言ったそうなんです。その教頭先生が話をしてくれたんですが、実はその篠田さんが通っていた中学校というのは、まあ、戦争中ですね、まあ、第二次大戦中、まあ、南方からこう日本兵がこう怪我をした兵隊が帰ってきた時の、まあ、野戦病院というんですかね、その簡易的に病院として使っていた、場所だったらしいんですよね。で実際その教頭先生もその学校の中を勤務されてるんですが、何回かその兵隊を見た、そういった経験をしたことがあるそうなんですよ。なのでその教頭先生は静かに、俺はお前が見たものを信じると、ここにはそういったものがいるんだ、そういう話をしてくれたそうなんですよね。まあ、篠田さんは後にも先にも、幽霊を見たのはその一回きりみたいなんですけれども、まあ、ただ、俺はそういったものがいると思う、私は幽霊っていうものがいて、どっかにはそういった思いっていうのが残っているっていうのがあると、私は信じてますっていう話を私にしてくれました。僕が、大学時代の話なんですけど、よくサークルで遊びに行ったりしてて、でその日は暑い夏の夜に、肝試しに行こうってなって、で4人で、車で肺病院の方に向かったんですよ。でそこは、まあ、結構有名な、まあ、心霊スポットといいますか、そういうとこで、で遊びに行って、で一人本当にもう霊なん、もう霊とか信じないやつがいて、もう何も怖いものなんてない、お前らもうそんな怖がってるのもバカじゃないかと、まあそういうふうに言うやつがいて、でまあその目的について、その病院について、ちょっとお前一人で中に入ってこいよと、そこまで言うなら、あ分かった全然いいよと言うんですよ。でそいつ一人で、まあ中に、もう行ったんですよね。その病院の方に一人で向かって行ったんですよ。でうわすごいなあいつというふうになって、でしばらくしたら車が4台ぐらい入ってきて、でまあ僕ら邪魔だろうとなってクラクションも鳴らされたんで、ちょっと違うところに行ったんですよね。
上のその崖の方に、まあ、橋があったんですけど、そこで、まあ、そいつの様子を伺おうということになって隠れながら見てたんですけど、で結構怖そうな人たちがこうどんどん車から降りていって、あちょっとあいつやばいなっていうことになって、で電話したんですよそいつに。ちょっと今こういう人たちが来てるわと、まあ我々俺もちょっと見えてるわ、ちょっとさすがに怖いなっていうことになって、でもそいつはもう現実的な怖いものと、もう非現実的な怖いものの板挟みにもうなっちゃってて、あいつ大丈夫かなってなって、もう何度も電話をしてて、今どこにいるとか、今ここにいるんだけどみたいな、今そっちに何人か向かった隠れるわみたいな、そういう電話をずっとしてたんですよ。でまあちょっと向こうからの電話もこうね、こっちばっかでもう落ち着いたら電話しろっていうことで、なって、僕らも車の中でもうヒヤヒヤしながら、もしあいつなんかどっちも怖いだろうなと思いながら、捕まったりしても怖いだろうし、もう本当に祈るしかなくて、もう僕ら助けに行けないんで、でずっと車の中で待ってたんですよ。でそしたらその何メートルもある崖をですね、そしたらそいつがガーッと登ってきて、で僕らの車に走りながらもう泣きじゃくりながらもう向かってきたんですよ。で、あよかったって思って、でも僕ら一切一も教えてなかったんですけど、隠れてたんですけど、なんでお前ここが分かったのって言ったら、いやずっと電話で教えてくれてたじゃん、お前ら教えてくれたじゃん、なんか女の子とかも他の友達とか来て俺のこと心配してなんかいろいろ電話して教えてくれてたんだろうっていう話をそいつがしたんですよ。いやいやいや、僕は一切そういう場所とかも教えてなくて、そういう電話もしてないんですよ。なんかちょっと怖いなってなって、まあその病院結構いろんな、まあ、なんか怖い話、自殺した話もいろいろあるんですけど、なんか悪い例じゃなくて多分いい例がそいつを助けてくれたんじゃないかなっていう、その病院の話でした。怪談家の阿美です。普段いろんなところでおしゃべりさせていただいたりとか、まあ、あとはね動画撮ってあげたり、生放送ネットを通じてやったりとか、まあ、様々な活動してるんですけども、そういう中でですね、いろんな方からお話をいただくんですけども、やっぱりね関係者とか知人だけじゃなく、見てくださってる方々から体験談を寄せていただくこともあるんですよね。でこの方女子高生なんですね、高校3年生になる春休みの話なんですよ。で、ご両親とお姉ちゃんと、まあ、4人で暮らしてるんですけども、まあ、その町のね大通りに面した立派な一軒家で4人でいつも暮らしてるんですよね。ただですね、まあ、ご両親はですね朝から働きに出ておりまして、お姉ちゃんも部活動に行ってるってなって、その子ねその日昼から一人で部屋でのんびりしてたんですね。で自分の部屋にいてもあれなんで、1階のリビング、広いですからね、リビングでのんびり過ごして、その家一人で、まあ、テレビを見たりとか横になったりとかしてたんですね。ある程度、まあ、夕方前ぐらいになると、玄関の方で、まあ、鍵穴に鍵を差し込んでるんでしょうね、ガチャ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 ンってドアをガチャギーパターンみたいな音がしたんですよ。でお母さん帰ってきたと思ったんですね。だいたいねこんぐらいの時間になったらお母さん帰ってくるなっていうのが分かってるんで、お母さん帰ってきたななんて思いながら、今リビングにいるんですけども、こうパーッと覗いたんですね。覗くとこのリビングからちょっとした廊下がスーッと伸びてまして、その先が玄関のドアになってるんですよね。なので覗くとね玄関のドア見えるんですね。その時にねあれって違和感あったんですよ。そのリビングと玄関を結ぶこの廊下なんですけどね、センサーライトがついてましてですね、人が通ると勝手に明かりがつくんですね。それが真っ暗なんですよ。あれライトついてないなぁなんて思いながら覗いてみてて、
で、その真っ暗な中よく見ると、そもそも玄関が開いてないんですよね。あれ？玄関開いてないなと思って。お母さん帰ってきたと思ったんだけどななんて、なんでだろうななんて思いながら、でもやっぱね、不思議なんですね。ああいう音って、まあもちろん聞き慣れちゃってるんで、他の家の音か自分の家の玄関の音かぐらいは分かるんですけども、まあいつもね、お母さん帰ってくる時のあの音だよななんて思いながら、不思議だななんて思ってたんですよ。まあまあまあなんて視線をパーって戻すと、正面にね、テレビ画面があるんですけどもね、テレビ消してたんでね、真っ暗な状態になるんですね。その真っ暗な状態のテレビ画面、なんとなく目をやった時に、まあもちろん真っ暗な画面になってるんで、そこには自分の姿が映ってるんですね。で、後ろの光景が映ってるっていう状態なんですけどもね、映ってるね、自分のここに黒い影が映ってるんですよ。それ人影なんですよね。で、うわーってびっくりして、で、びっくりした時に、やっぱその子びっくりしたままそのまま後ろをバーって振り返ったんですね。そしたら振り返ったここ誰もいないんですよ。と思いながら視線をまたテレビに戻したんですけどね、視線を戻すとやっぱりそこに自分がいて、後ろ光景広がってるんですけども、さっきの影がいないんですね。代わりに女性が立ってるんですよ。それ見た時にうわーって思ったら、その女性何かこっちに向かって言ってるんですよね。何か言ってるの分かるけど、怖い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 、何言ってるか分かんないけど怖い、そう思ってた。ずっと何かを訴えかけてくる。でも何を言ってるか分かんないけど、絶対にいいことではないって思ったんで、とりあえずうんってずっと首を振ってる。ずっと言ってるんで、ってやってるんですね。そっからあまりの恐怖なのか怖すぎたのか、気を失ったわけでもないのに意識がないというか記憶がないんですよね。次にポーンと記憶が飛んで、お母さんがちょうど本当にガチャガチャガチャギーただいまって帰ってくるところなんですよ。そこの記憶はすっぽりないんですけども、お母さんが帰ってきた。で、あ、お母さん帰ってきたと思って、そこの家の前大通りがあるんですけども、あんたさ、そこの大通りさ、今大きな事故があったよ、そう言うんですね。え、そうなの？大きな事故があってさ、大変だよ、若い女の人が巻き込まれてたんだよね。それを聞いた時にえって思ったんですね。さっき事故で若い女の人が巻き込まれてきた、それもしかしてって思ったんですね。思えば思うほど、ここにいたその女性のことが頭の中に浮かぶんですけども、思っていたらあの時女性が言った、あれなんて言ってたかなんとなく分かったんですよね。変わってほしいの、変わってほしいの、変わってほしいの、自分に言ってたっていうのがすごい頭に入ってくる。で、あの時何か分かんなくて、とりあえず良くないと思ったんで、って言ってたんですけども、その女性、変わってほしいの、変わってほしいの、ずっと自分に訴えかけてたんですよね。あの時ひたすらって言ってたから今この状態で住んでるんだけど、もしあの時うんとか分かったとか言ってたらどうなってたんだろうっていう、そういう体験をしたんですよね。この件とは全然関係ないんですけども、数ヶ月後にはですね、実は引っ越しが決まってましてですね、ただそれはね、家が新しくなって良くなるんですけども、同じ町内なんですよね。同じ町内にご両親が新しい家を購入しまして、そちらに引っ越すことになったんですね。まあね、多少家の場所が変わったとはいえ、馴染みの友達もいれば馴染みのお店もあったりということで、今もね、その前に住んでたその家の前の大通りを通ることがあるんですよね。通る時にね、ハッとするんですよ。あれから結構経つんですけどね、今も自分の家の前、その女性立ってるんですよね。まるでそこで自分は亡くなったけども忘れないでほしいってこっちに言ってきてるような気がするんですって、その子はそう感じたそうです。